反復です。そうそうそう。だからパチンパチンってくる。パチン。はい、自分で戻さんでいいよ。あ、自分で戻す。まあ、勝手に戻る。手は勝手に戻ってくるんだよ。だからみんな、上手い人がやると、なんか戻ってるように見えるけど、自然に来るね。自然に、はい。で、腰の動きを練習する意味もあるんですか？あ、じゃあ知りたいですね。じゃあ、腰につながる。上げ受けね。これもこう持ってきて、当たる瞬間にパチンと動くよ。あれ？パチンね。これこのインパクトの瞬間は腰力抜いてるんですか？抜いてるよ。あ、全然入らないよ。だから何発でもつける。あ、うん、みんな勝手したらもうこうへいへい言ってるけど、はい、自分も全然つかない。20ぐらい勝手しても何もつかない。へえ。受けですね。いや、普通段の横受けね。こっちからも。これは攻撃として使えるからさ。これ受けじゃないの。あ、そうだ。みんな受けだと思ってる。ここを右して、こう受けた時のこうとか、こう捕まえた時に前もしてたけど、はい、これでとか投げとか、はいはい、みんなこれ受けだと思ってるけど、これで試合中受けられるんですよ。受ける人いないですか？ただ相手が武器持ってた時なんかはこうこれで受けるよ。はい。でも自分はこれで受けないけど。だからこういうこれは受けたけど攻撃でもある。これも腰入れて当たる。そういうことです。こういう受けやってるの見たことないでしょ。ない。もうこんなのそうそうそうですもんね、うん、じゃあ本土の方とそうそうそう全然違う。あの糸三個はよ、まず糸してこれ作ったんだと思うんですよ。二つ型作ってるんだ。あっ、うん、だからこの誰がもできる簡易的な型をフラクスにやってた。へえ。フラクスはこれが本物だと思って本土に行って教えた。だから向こうの方とこっちの方が違うのは、糸三項が糸して簡易的な型を作ったから。そういう同じ南半地の方でも全然違うでしょ。全然違うから、あれはもうただの体の移動、体ただこういう簡易的なわけだ。中身はもう何もないわけ。それも肘はもうこんな開いてるでしょ。上がってるじゃん。ああ、こないだ言ってた、うん、これじゃスピードもないし力もない、受けれない。一つ一つみんな違うわけ。こういった技も。ああ、なるほど。じゃあ次下段受け、はい、下段受けも最初大きくしてね、こう、うん、こう来てこう。これもだから腰作る練習だ。腰を作る練習。こういうのができないと突きもできない。うん、こうこっちから持ってきて、こう見とけよ。はいはい。こうよ。こうよ。こうしよう。うん。うん。こっちから。左はこっち。左はこっち。右はこっち。そうそう。で、これが できたら、できるようになったら、もう、これだけ。なんですか？だから、相手が蹴ってきたら、これだけでももう受けれろ。はあ、だから、すごい。で、ここで、はい、ここで、立てて落とす。はあ、
前蹴りとか、これパチッで上からパチッと、だから移動するのにもういらないわけよ、パッと出ようで、僕はこのとりあえずこの肩を反復やりながら、これができないとで腰を入れるの、うん、そう腰入れる瞬間っていうのはこういう技もあるんだよ。これ掴んだと同時にここでパチンって入れる。これも。え、何ですか？肩の中にある。だから結構あの空地の方。ああ、なるほど。相手をすごく突きながらここでパチンって。特に帯もバントとか、はいはい、よく着てる時はこれに。これを片手で入れると両手で入れる。こういう技もこの後に出てくる肩の中にあるんだ。やっぱちゃんと意味がある、ね、だからでも使えないよ。これ使えないとこういう形だけ覚えても、はいはい、みんな形だけ覚えてる。だから肩は形じゃないの、肩って書いてるけど、ああなるほど、使えないと言うね。先生がこの10年やってきた基本稽古の種類というのは、いやこの基本のこの受けだったり、まあ、肩だったりをやって、 その中に巻き藁っていうのが1個あって、サンドバッグとか、それサンドバッグ作るときはどういう感じでやったんですか？今はもう素手で、もう普通についてたんです、パンツとか蹴りとか、でやっぱり人に近いからさ、はいはい、人を叩くようなイメージ、ついてた。この組み合わせはやっぱ対人練習でやったり、そうあのブレーシングになるたり、ああはい、あと立ち技だったら合気道とか、はい、日本人です。でこれやったおかげで空手の中に入ってる関節技とか投げがいっぱいあるなっていうのが分かってきた。多分伊藤三光とか松本総光あたりは全部これ分かって入れてる。でもその後の人たちが分からない、ちゃんと伝わってないってこと、はいはい、これはもう充実しないと分からないと思う。あそういうのもいっぱいある。例えばこう捕まった時に肩にあるんだけどさ、こう持ってきてここでパキッとやるのがある、はい、こういうのを肩の中にただこういうだけしかない。だこれから想像しないといけないわけ。ああなるほど、まあ、この場合は肩をこう持ってパキッと落ちるんだなっていうのが自分は分かる、はい、でこう来てこうこうするのがあるけよ、はい、これは来た時にこう首を投げてるのがあるけ、でこう抱えられた時によ、はい、これ一番いいよ、はい、これパチンとすぐ離せない折れるかもしれないけど、まあ、軽くやれば折れないから、はい、こうあれしたら相手つかまってても離せる。こっち弱いのですから。この間のあれも面白かったですね、先生の。あ、まあ、一個を刺してる時に、これで、ね、っていうのもあるよとか、これ倒れてる時もいい、あ、そう、相手が乗りかけなかった時にこれでパンってやったら離れるさ、はい、だから下の時に使える、いろいろ使えるから、またここにも入れられるからさ、こっち吸収とかに、ね、顔、はい、こっち、ここの下、首とかに、だから相手ちょっと広くからさ、はい、正拳、うん、一本拳、これは何ですか？平拳。あ、平拳。これが難しかったら平拳でもいいよ。これでもパンってやったらね、効くから。平拳、こっちも裏拳。裏拳、これは交差っていうことですよ、これは。こっち、あ、これは交差か、これ交差、はい、こういう打ち方もあるよ、うん、パチン、ええー。
あのピン屋にあるさ、あナイフに引っ越した。あ、はいはい。これもやっぱそうそうそう技術の技術よ。これ空手の一つなんですか。空手の一つ。へえ。だから空手にはもう無数にあるよ。突き技は。あと鉄槌ね。鉄槌。はい。鉄槌はどういう時。だからこうこう。ああ、そっかそっか。まあ、とはいはい、はい、あとまあ、ちょっとパチンで、あ、うん、バックハンドブローだ、へえ、肩にもあるよ、あ、そうなんですね、うん、相手に捕まった時に、はい、かわしながら、肩にもあるんだよ、でこれがパチン、はい、相手が捕まって掴みそうな時に、あ、こう上げながら、はい、設計全結構あるんだよ。ただこれ見てないよ。よあの受けた。ああなるほど。受けた。攻撃これがこれが。右左ね。これ、これ。